いはい、ワールドオブファイナルファンタジーダンジョン体験版はここまでです。今回はダンジョンを楽しんでもらおうという体験版でしたが、本編の方はいつものファイナルファンタジーらしいあっと驚く展開がてんこ盛りのお話もたっぷり楽しめるのです。あとあと今回セイバー召喚で出てきた彼だけじゃなく、いろいろなファイナルファンタジーのレジェンドなキャラたちにも出会えるのです。で、ファイナルファンタジーにまつわったりまつわらなかったりするいろいろな場所を冒険する、まあいわゆるランとレーンの珍道中って感じよね。珍道中かは置いといて、ドキドキワクワクの懐かしくも新しい冒険なのです。まあそこらはいろんな映像で感じ取ってよね。ではでは、ワールドオブファイナルファンタジー本編でまた会いましょうなのです。ミラージュ使い？俺たちが？その奇跡の腕はその証たる印なのですよ。丘からの大人は4つの鍵を揃えて最後は天空に昇るクポ。この人たちがその丘からの大人よ。まさかあなたたち悪い人なんじゃ。嘆かわしい、とても嘆かわしいことだ。いやこいつは別にそういうのじゃねえぞ。ここで会ったんは何年目？俺に聞くなよ。やはりあやつらここを乗っ取るつもり満々ではないか。その魂イフリートちゃんがもらってあげる。ちょっとまさかあなたたち破滅を導くわけじゃないわよね。その人が母さんなら返してもらう。認めないわ、絶対に。こいつらがこの世界をめちゃくちゃにしてるの全部俺のせいだ。あなたたちは戦っちゃいけない。それがたとえ二人の望みでも。なんでこんなこと。